はい、皆さんこんにちは、マサでーす。よろしくお願いしまーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、呪術廻戦のね、アニメもね、順調に進んで、一番くじもね、伏黒当時ね、あれね、欲しいんですけどね、なかなか手に入らないと思うんですけどもね、そして、まあね、この前ね、ゲットしたね、この、歌姫ね、奥にいてますけども、回ってるちょっと小池栄さんが邪魔でちょっと上にもアップできないんですけども、この、それで、あとはもう、まあ、先生もいてますしね、これね、SH の箱に、釘崎さんとこの、回る釘崎さんとかね、釘崎さんばっかりなんですけどね、これ、ちっちゃい釘崎さんとかね、いてるんですけども、確かね、僕、ゼロ、映画ゼロの時ね、ゲトをね、ゲトをすぐる、だから、闇落ちした時のゲト、だから、賢者になる前のね、ゲトの、ゼロの時のやつ、フィギュア、ゲットしたはずだと思ってたんですよね。だけどね、飾るとこがなかったから、多分、ね、奥の方に、っていうか、まあ、置いといたらね、だんだん、その時あんまりゲットあんまり好きじゃなかったんですよ。ゼロの映画の時ね。だけどね、今回の、アニメのね、なってから、っていうかね、だんだん、ポイントが高くなってきてね。ちょっとゲトーが良くなってきてね。結構ゲトー好きにもなってきたっていう感じだから、ちょっと放り出しました。なんとか。てか、探し出しました。見つかりました。スタッフ一生懸命探しました。見つかりました。ドンって感じで。これですね。まあ、あるなと思ってたんですけども、多分プライズだろうなと思って。そう、プライズのやつですね。ゲトーのやつね。これってね、ここに傷がないからね。まあ、闇落ちのゲットを書くんですけども、もう書いてますね。ゼロのね、ゼロシリーズね。この、劇場版呪術廻戦ゼロ。呪魂の方、ゲットをする全員一緒、ね。この時は全員一緒、このプライズのやつなんですけども、これね、あったなと思ってね、これね、それでね、多分一回開けてるからね、開いてるんですよ。それで、まあね、飾るスペースもないしね。それでね、なんでこう手に入れたのかな。これなんか多分ね、どうやったかなこれどういう行きさせて、まあ、手に入ったのか忘れたんですけど、まあ、友達と一緒に、まあ、手に入れたと思うんですけども。ね、だけど、まあね、一応その時、呪術廻戦のね、フィギュアとかね、いろいろ買ってたんですけども。だから、小木崎さんばっかりね、結構集めてたからね。やっぱり、いいんですけども。つくもゆきのね、フィギュアも出てほしいんですけど、出てるんかな、あるんかな、あっても多分高いと思うんですけどもね、あとね、好きなキャラクターでね、ミワちゃんも好きですね、水色の髪の毛のね、抜刀してる時のね、結構、ボリューミーです、結構、結構いい感じの重さあります、なかなかね、顔がね、プライズだから、多少はね、仕方がないっていうのはあるんですけども、だけどね、なかなかね、まあ、リペイントしたりね、まあ、飾り方によっては、とてもかっこよくなるからね、学生時代のね、二人のね、ゲトーとね、先生のね、五条先生とかね、のあれがあったらね、フィギュアもね、とても、あれもかっこいいんですけどもね、はい、出来上がってきましたよ。最後は頭、顔はね、顔はどうかな、だけど、そんなに悪くないと思うけどな、この綺麗な長目でね、なかなか思ったよりもよろしいんじゃないですかね、このサルメってね、もう闇落ちしたゲトー君もね、なんちゃっちゃと思ってたんですけどね、今のね、天内莉子ちゃんとの関係とか、今日今やってるアニメのやつ見てたね、なんともこいつもね、最後までね復活してほしいんですけど、なんとかね、賢者とね、前は意識あったようなないような感じだったんですけど、ね、一瞬ね、戻ったような感じだったんですけども、なんと五条先生頑張ってね、なんとかゲトー君を復活させてほしいなと思ってるんですけども、手はこれちょっと中に入れてるような感じですね、これね、まあこういう感じ上カリスの、格好なんですけど、これどうやらな、五条っていう、なんか、言い回しがあるような衣装らしいですね。なんか、それもなんか、意味があるんじゃないかっていう皆さんおっしゃってましたけど、これなかなかよろしいんじゃないですか。まあ、ゲットをね、
だん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 好きになってきているっていう感じもあるんですけど、一応ね、僕台座はまあ基本立たせないんですけども、一応差し込んでおこうかな、一回パーチャックしときましたかな。あんまりきつくやりすぎてもね、こっちが太いだろ、こっちが細いだろ、まあどっちみちこれは立たなかな、立つから、あ、立たないな、やばいな、これ重いな結構、うん、台座の中でずっとやばいかもしれない。あ、さっこ立ったな、こんな感じでね。あ、いいな、なかなか、うん、あ、このね、五条先生の横に立たしてもよろしいですね。うん、あ、ここには、横には、いおりちゃんもいますしね。いおりちゃんっていうか、歌姫ね。あ、これ、もっと早くから片といてよかったな。まあね、あと、リペイントとかしたらね、もっと、かっこよくなったりすると思うんですけども。今回はね、はい、小木崎さん、ちょっと、ちょっと、交代してくださいって。下藤先生ね、下藤先生じゃない。下藤君にね、回っていただいてね。この小木崎さんもね、僕好きなんですよ、この顔。この小木崎さん好きなんですけどもね。まあね、いろいろまた、呪術廻戦のね、ぼやけどな、なんか、全体的に。呪術廻戦のな、フィギュアもね、いろいろゲットしていきたいと思いまーすって感じなんですけども。それでね、最近ね、もう夏も終わったんですけども、僕、後ろのな、このバック流れてる祭りとかね、前、紹介したかな、津軽三味線とかも好きなんですけども、今回まだね、今年か、阿波踊り、あれ、総踊りがね、4年ぶりやったかな、復活してね、映像とかも圧巻なんですよね、YouTube とかで見ても、なんかね、鳥肌立つような感じで、で結構阿波踊りも好きだからね、阿波踊りの音楽もね、いいなーって感じで買いちゃいました。ドーンって感じで。ここはね、まあ、プライベートのやつから撮ったんですけども。ちょっと開けていきたいと思いまーす。こういうね、和風な感じのね、こういう祭り林とかね、そういうのも好きなんですけども。いろいろあったんですけどね、これにしました。そこまで高くなかったしね。まあ、これね、徳島阿波踊り成長連ぞめきって書いてますけども、いろんなね、大友さんとかいろんな方が、これは良いですよってね、おすすめしてる感じなんですけども、まあこれはね、いろんな8曲ぐらいあるのかな、いろんな、ね、それぞれね、阿波踊りの特色があるね、それなんとか連なんとか連とかあるんですけども、それのやつをね、ゲットしました。これは中は開けても一緒だと思うんだけどな。これね、これ開けるの不得意なんですよね。これ爪切ったばっかりだしね、これ。これね、カッターでいこう、カッターで。皆さんもこれね、こうパッキング開けるときとかね、ちょっと困ったりすると思うんですけども。見せてね、あ、そうそうそう。こんなん やってる場合というか、これも大切なんですけども。これね。まあ一応踊りということで、今日の吉岡里帆ちゃんは、こちら、ドンと感じで。踊りは踊りでも、洋楽の踊りのね、このバレリーナ。バレリーナの格好をした吉岡里帆ちゃんをご紹介したいと思います。化粧一つでだいぶ変わりますね。印象がね。ちょっと上からのね、谷間の感じなんですけども。こういうか、これはね、これ何の映画だかな、ブラックスワン の映画の歌手のあれをオマージュしたような感じの写真集だったかな、これ確か。とても綺麗なプロポーションされてますけどもね。ゲトー先生ね、ゲトー先生じゃないわ、いつも先生って呼んでしまうんだけどね。いい感じですね。ちょっとね、黄昏れてる感じのね、あいつバカだなーっていう風に見てんのかな。とても可愛らしいんですね。ちょっとメイクが濃いかもしれんけど、まあこんな感じですかね、バレリーナとかね。よくわからない。ゲトー先生も見るかい。ゲトー君も、クールなゲトー君やけどね、お茶目なところもね、結構アニメとか出てきてね、よろしいんですけども。まあ、こんな感じですね、今日の吉岡里帆ちゃんね。ゲトー先生は、ゲトー先生じゃない、ゲトー君は見ておいてください。それでこれね、淡路島じゃないわ、徳島のね、阿波踊り。あ、これ負けの苦手なんですよね、これな。これはまあ一応 CD になってるのが、CD は CD だからね、あんまり見せるようなところはないと思うんですけども、
これね、阿波踊りのね、うん、これ昔の写真ですかね。うん、こういうね、ゾメキとはとかね、いろいろ。あ、昔の写真、ちょっと貴重な感じですね。こういうのね、歌詞カードを代わりにこういう風なのがあってね。うん、こういうね、お囃子とかね、太鼓とか、三味線とか、うん、鳴り物系でね、だって男踊り、女踊りってあるんですけどもね、一番の僕のおすすめは、女踊りの、ね、一糸乱れる総踊り。うん、あれがとても見ててもね、綺麗だからね、一回ね、YouTube でもね、見たら皆さんどうでしょうかって感じなんですけども、うん、という感じで、今回は、うん、下から舐めるゲトかっこいいですね。うん、今回は、呪術廻戦のね、フィギュア、ゲトー君を出してきたというのと、うん、あとは今日の吉岡里帆ちゃんと、ね、淡路島ね、まあ、淡路島ちゃん、まだ淡路島ばっかりのなのか、阿波踊りね、阿波踊りのこの CD を買ったよーっていう感じで、うん、もしかしたら裏の後ろのバッグが変わるかもしれませんけどもね、うん、前ね、あれでしたらね、津軽三味線の吉田兄弟のやつでしたらね、なんかちょっと引っかかった感じなんか、あかんかったからね、うん、まだこの、あれの、これに変えてるんですけども、うん、まあね、またよかったら見に来てくださーい。それでは皆さん、まったねー。ありがとうございまーす。それでは最後は、ゲトー君バイバイでお別れでーす。バイ、それでは、まったねー。ありがとうございましたー。